はい、皆さんこんにちは。レクセニコシャベニシャワです。さあ今日ね、普段とちょっと違う話したいところで、何かというと、皆さんとね、こう一緒にこうお仕事をしたいっていう、そこのねお話なんですよね。その教材制作のスタッフを今大募集かけてる。大募集ですよね。でこれね、これレックで働くとね、いろんなメリットがあるんですね。まず第一に、ババン、これね、制作っていうね、まあ、要するに教材を作ったりとか、まあ、統領をチェックしたりするんですけれども、これに基づいてさ、仕事しながら勉強ができる。でね、このやっぱり仕事としてやるっていうのはね、これメリットあるんですよ。なかなか勉強ってね、やっぱ自分のためにやるとなると疲れただけできないとかさ、いろいろあるじゃないですか。でもやっぱり皆さんお仕事ってやらざるを得ないでしょ。ってなるとね、結構レジュメとかのチェックになると、普段の勉強よりかね、結構細かく見れるんだよね。だからそういうところも考えると、なんとスタッフで働いてる方、かなり合格率高いですね。まあ当然ね、普段まあお仕事されてる時間も弁理士のね、そういうものを見てるわけですから、まあ当然合格率は高くなるというのはあるんですけれども、まあそれ以上にやっぱりそれまめに見れるってところがね、一つは大きいんじゃないかなと思います。あとやっぱりね、受験生同士のやっぱこうネットワークじゃないですけど、ゼミじゃないけどね、やっぱ何人かこうスタッフがいるわけですね。受験生の多分横のつながりができるしさ、やっぱそこが一番ね、大きなメリットだと思うんですよね。もし仮に合格した後であっても、やっぱりね、他の事務所どんなんだろう、他の企業どんなんだろう、いやレックでね、我々講師やっていただいてもいいですよ。そういう形で、まあいろんなところのね、情報を聞けるところも、まあ大きなメリットじゃないかなと。あとね、こう来るとですね、面白いのはこうずらーっとね、いろんなの並んでるよ。で昔の改正本とかね、昔の基本書とかあって、まあ受験にね、昔の基本書とかいらないかもしれないけれども、やっぱそういうところが見れるっていうのは、まあこれはやっぱね、スタッフさんならではなんじゃないかなと思うんですよね。そしてさらに大メリットとしては、時々私ないのあんまメリットじゃないね私も長野で収録やってますんでね、まあ長野に来るときはね、まあ時々まあ時間が合えばですけどね、私来てるの平日は遅いんでね、ただまあね、ようぐらいはね、言えるんじゃないかなと。まあ他の先生とかはね、よく昼間とか収録されてますから、まあそんなところでね、思いもやられないところでね、ちょっと質問とかもできたりして、非常にメリットがあるんじゃないかなと思いますね。はい、まあね、レックに来ていただければ、もうこれはね、もう人生バラ色とはちょっとね、言えないかもしれませんけれども、ただ弁理士のね、やっぱり勉強というところに関してはかなり、まあ、有利になるところでは間違いないと思いますので、皆さんぜひね、ご一緒に、頑張ってね、仕事をやっていける、まあ、頑張って仕事やってくれると、ね、仕事メインになってしまいますけれども、まあその仕事と、まあ、受験勉強というところをね、まあ、両輪として動かせるようにね、やっていただけると非常によろしいんじゃないかなと思います。ね、本当にぜひお待ちしてますのでね、まあ一人でも来ていただけるとね、やっぱり楽しいですし、うん、まあ何より楽しいよね、うん、私はまあ仕事っていうのはやっぱ楽しくやるべきだなと思ってますので、ぜひ皆さんね、ご一緒に来ていただき、ご一緒にね、勉強も仕事も、ね、して、ぜひ弁理士になっていただいて、頑張って弁理士になっていただけるというところでね、話がねちょっと講義と違うのでまとまらないんですけどね、なんか普段だとね、最後に合格を目指したとかって言うんですけど、なかなかね、なんていうんですかね、採用を目指して頑張りましょうというのもおかしいしね、まあいいですよ、そのレックをね、まあ踏み台じゃ、まあ、言い方悪いですけど、まあそれね、ステップアップのためにね、スキルアップのために使っていただいても私はね、いいんじゃないかなと思います。はい、というところでね、ぜひ皆さんね、これからもし、働くことがありましたらね、ぜひ私もね、中野にいる時がありますので、お声掛けいただければと思います。はい、それでは今回はこれで終わりにしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは、レクセニ講師弁理士の納富です。今日は教材の、制作スタッフを大募集したいと思います。レックにはたくさん の教材をですね、作るスタッフが在籍しているんですが、今回もですね、たくさんの合格者が、出ました。で、教材は、まあ、多岐にわたるわけなんですね。担当から、まあ、論文、あるいは、まあ、口述とか、まあ、テキスト、問題作成、いろんなものがあるわけなんですけども、まあ、私たち講師にとってですね、まあ、教材っていうのはもう本当にすごく大事なものですよね。それがあって初めて、まあ、講義ができるものです。ですからそれを作ってくださるスタッフの方というのは、まあ、私たちにとっては大事な相棒になるような存在になるんですね。で、実際、まあ、私たちのいろんなこうリクエストとか、まあ、要望とかそういったものを伝えながら、意見交換しながらですね、時にはまあ受験生目線で、合格者目線で、アドバイスをもらって、まあ、なるほどなと思うことなんかもたくさんあるわけで、そういったこうやり取りをしながら二人三脚で作っていくものですから、
まあ、私たちもですねすごくこう仲良くなったりとかたくさんお話をするようになったりとか、まあ、そういった方たちがですねたくさんいらっしゃいます。で、受験生の方ももちろんその、していただくための資格というものはあるんですけども、まあ、それは詳細はですね弁理士サイトを確認していただければと思いますが、たくさんの方にですね来ていただきたいなというふうに思っています。で受験生の方はですねやっぱり問題を作ることによって、まあ、実際ですね教材を作ったりとかすることによってたくさんやっぱりこう、ね、文献を見たりとか調べたりとかで私たちがもう ほぼ講義みたいな感じでですね伝えたりとかお話ししたりとかすることもあるのできっと普通の受験生の方よりも何倍もメリットがある仕事だと思います。で実際今年もですねたくさんの合格者が出たように毎年毎年そのスタッフからの合格率っていうのは高いもので、まあ、それはもう日々の仕事内容が直接その試験勉強につながるものなので、まあ、必然性があるんじゃないかなと思っています。ぜひですねたくさんの方に応募していただいて、今年もたくさんの仲間とともに一緒にお仕事をしていきたいなというふうに思ってますのでぜひたくさんの方応募してください。よろしくお願いいたします。さあ皆さんどうも、こんにちは、おはようございます、こんばんは、こんにちはっていうね、なんじゃそれって感じですね。はい、今日はね、いや先生またあれですかと、講座のなんか宣伝ですか。いや違うんですよ今日は、今日はねこれですね。はい、教材制作スタッフ大募集ということでね、まああまり知られてないかもしれないもんですから、ちょっと大募集ということですね。まあ重要などをね、レック弁理士事業本部では最新の試験傾向に対応したより教材を提供するためにね、テキストを各種討論で使用する教材を一緒に制作してくださる方を募集してますね。で受験生の皆さんにとってもね、働くメリット大きいしね、昨年度も制作スタッフより数名の合格者を出しました。うん、ぜひ、私たちと一緒に働きましょうということでね、まあ、メリットなんかをざっくりと書いてますけど、特にねやっぱりこれ大きいんじゃないですかね。やっぱりこの勉強イコール仕事になってると、まあ、趣味と実益を兼ねてる感じですかね。まあ、あとはやっぱりこの、まあ、スタッフ経験者の合格率8割以上、これはねいつ受かるかっていうのはちょっとね、まあ、定かじゃないんですけど、結局ね俺も振り返ってみるとスタッフさん受かってるね最終的にはね。長くかかった人もいるけど1年ぐらいで受かる人もいるし、いや結局なんかほとんど受かってますね。まあ、確かに8割以上という感覚はあるなと。であとね、割引で購入できる、ね、ただ割引のない、まあ、講座もあることあるんでそこは注意してほしいんだよね。であとは、まあ勤務日程調整可能です、ね、であと、まあ、細かい話はね詳細は聞いてくれって感じなんだけど、特に重要なのはね、まあ週3日以上はね、来てほしいなと。うん、で、コアタイム、ね、原則9時半から17時半ですね。7時間で1時間休憩と。うん、交通費全額支給ですね。で、勤務場所はね、これは各本校じゃないからね、この、第一研究所と言いまして、まあ私も今、まさに、ここで今収録してるんですよ、これね。住所はこれですよ。中野区中野、アーバンネット中野ビルですね。うん。JR 中野駅北口より5分やね。うん。まあ、早歩きだと3分ぐらいでね、着きます。ね。中野サンプラザってあるじゃん。もうそこの目と鼻の先ですわ、ほら。ね。あと中野体育館っていうのがあるわ。ね。区役所もあるね。あと明治大学とかね、平成大学もあれば、帝京平成大学もね、まあそんな感じやら、うん、
この辺にねラーメン青葉っていうのもあるね、うん、あの俺がよく行ってるまあそれはまあどうでもいいんだよね。はい、まあそんな感じですよ、であとほらあのウェブでもね、説明会実施中です。はい、ということでぜひ皆さん我々と一緒にねあの働きましょうよ。それでねあのまあ最終的にあの受かってあのほらあのどっか事務所にっていう時でもねあのいろんなこうやっぱりこうレックならではの情報も入っていきますからあのそういった意味でも非常にプラスですね、うん、はい。それでは我々と一緒にねあの楽しく厳しく仕事をしていきましょうよね。はい、今日はそういうことでした。じゃあ皆さん、またお目にかかる時までねごきげんよう。はい、皆さんこんにちは、ベニシの佐藤です。ね、今日はね何をちょっと言いたいかというとですね、教材スタッフとして働きませんかって話です。でこっちちょっと見てもらいたいんですけど、ね、ベニシ課の方では募集しているわけですね。教材制作スタッフとして働きませんかと。でメリットって結構ありましてね。で私も今からだいたい20数年前かな、会社を辞めて教材スタッフって形で入ったんですよ。でその時にやらされたのがちょうど今売ってるようなアドバンスってありますね。あれを作るとか、あるいは君が受かったことを前提として講義をやってくれませんかっていうのは仕事だったわけですよ。でそれが今の入門講座のテキストになっていたりするわけね。で結構やっぱしねレベル高い方が皆さん一緒にいるわけです。そうすることによってなんだろうな、合格率がすごく高くなる。当時も 3% で行った時も8割以上受かったかな、合格しました。最終合格しました。あといろんなね講座が割引で受けることができるんですよね。あと仲間がいますん でそれも同じぐらいの仲間っていうかね相当できる仲間もいますんでそれに合わせて勉強できますよね。であといろんな資料が結構あります、ね、あの普通だったら見ることができないような資料があったりしますんでそれを使ってやると。あと基本的に時間って結構自由に選べますんで調整が可能なんだよね。でそういった意味では勉強をやってる方にとってはうってつけかなと思っております。あとね講師もやっぱしたまに来ますんでそこでいろんなことを聞いてもらってもいいのかなと思っています。まあ、それも含めて教材制作スタッフぜひね募集に来てくれればと思っておりますんでどしどしね募集の方を来ていただきたいと思っております。